佐野前作佐野前作は、日本の会計学者、経済学者、教育家、商業教育に大きな功績があるとして、1952年に、君一等随法賞を受賞した。1873年、現在の静岡県富士市中島に生まれる。1895年高等商業学校卒業。同期に、石井健吾、岡崎久二郎などがいた。 卒業後は、コロンビア大学、ロンドン大学に留学し、研究を深める。帰国後は、母校の高等商業学校助手となり、1896年より、同助教授、1900年より、同教授、1911年、法学博士号を取得。1914年、東京高等商業学校校長、1920年に、同校が大学へ昇格すると、 東京商科大学所大学長を務めた。1921年、同校名誉教授。1935年、杉村博士蔵女教授の博士論文の審査において、白票が投じられたという、白票事件により生じた学内の混乱を沈めるために学長を辞任した。商工審議会、産業統制委員会、中央統計委員会、文教審議会等の委員も歴任した。 初の生え抜き校長として、東京高等商業学校の発展及び大学、昇格に尽力した。佐野が校長を務める間に、助水会の設立等が行われた。1917年の臨時教育会議で、帝国大学以外の大学設立が認められるようになり、1920年東京高等商業学校は、晴れで、東京商科大学に昇格。佐野は、 初大学長に就任した。同僚の下野直太郎、星野太郎、関一、村瀬春夫、坂本東一、石川文吾、滝本義夫、横井と冬ら由と共に、明治大学小学部設立にも尽力し、1904年に明治大学小学部が設立されると講師に就任。1923年の関東大震災により、神田にあった東京商科大学の校舎は、 崩壊してしまった。これを契機に大学の移転を考えた佐野は、筒見やスジローと共に、東京府北多摩郡や保村をドイツゲッティンゲンをモデルに学園都市として開発し、1929年校舎を移転した。なお、1939年に国立市にあった佐野の指定は大学に寄付され、佐野書院として改築を経て、現在も、 大学施設として使用されている。弟子に、高垣虎次郎、高瀬宗太郎、田中金次堂又よ翌子、学南と合した。学南は、出身地である、富士市を含む富士山南西六地域を指す地名である。ありがとうございます。